パーティーの時に出すと、そういうなんか、どうやって作るのみたいな。簡単なんですよ。おしゃれで、あのレストランのアレ、アレっていうのフランス語でゴーって意味です。アレ、アレを作ります。シオミレースクッキー、フランス語でトゥイルダンティーユ、ね、ダンティーユっていうのはあのレースっていう意味らしいです。はい、材料です。非常にシンプルです。オリーブオイル、粉、小麦粉、お水、お塩。出来上がりましたら、このリッツクラッカーに、以前作った362です。ニンニクのピューレ。これを添えて、最後、仕上げます。それでは、ボウルに小麦粉を入れます。そしたら次に、オリーブオイル入れます。ゆっくり混ぜてください。はい、ここでよく混ぜてください。はい、よく混ざりましたら、お水を入れます。結構お水入ります。これあの、これからあの、テフロンで焼くんですが、これだけお水が入ってますので、パチパチ跳ねます。そのパチパチ跳ねるのが味噌です。今日はお味噌、あと、あの、分量のお塩です。はい、入るのこれだけです。はい、これをこれから焼き上げます。こちらです。強火の弱火でございます。こういう時は、強気でいきましょう。強気でいきましょう。強気で、人生強気です。人生強気。さあ、パチパチと跳ねてまいりました。おしくおしく、はい、それでは皆さんよろしいでしょうか。あ、ちょ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 、あ、火を止めます。おしくー、あ、ちょ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 、おしくー、あー、これ壊れました。壊れ、あ、おしくー、よいしょ、おしくー、よいしょ。はい、ペラペラに焼き上がりました。見事でございます。どうですか。ここにあの、ニンニクのピューレを乗っけまして、そしてこのレースになったペラペラです。うう、脅威です。皆さんも気持ち熱くしていただいたら、はい、綺麗にできました。ありがとうございました。おすく、フランス語で助けてって意味です。おすく、皆さんもフランス行ったら何か困ったことがあったら、おすく、もういっぱい寄ってきますんで、どうしたんだ、ね。これはですね、あのかの、ロブションさんは、これにイカスミを入れて黒く、あと海外のシェフはビーツとか
ね、いろんな色を入れてカラフルなレースクッキーを、作り上げております。僕は今日は非常にシンプルにパーティーの時にとか出すと、そういうなんか、どうやって作るのみたいな、ね、こんな簡単なんですよ。もう塩味効いて、もう超おしゃれですよね。本当に皆さん簡単でしょ。出来上がる間あれにどうかな、2、3分かな、おまじないはおすくーです、おすくー、ね、ここレースになります。今日は、オーストラリアビクトリア、テーシリーズスパークリングでございます。シャルドネ、ピノノワ、ピノムニエでございます。あ、非常にいちごの爽やかな香りがします。フランスでね、例えばお料理屋さんに行ってね、こういう素晴らしいこうお味を表現するときに、おすくーって言うんですよ。もう、美味しすぎて、助けてっていうときも、おすくーは使います。で、パリのミシュランの三つ星行ったら、食べ終わったとき、ボーイさんに、おすくーって言ってください。え、どうしたの？そのときに、美味しすぎて、助けてください。これがフランスのパリジェンヌの、シャレでございます。どうぞ。なかなかダブルグーです、ね、なかなかこの、レースクッキー簡単でございますので、どうぞ皆さんで試してみてください。グーです。